はい、どうも、サトシュンチャンネルです。今、布団の中。速報です。iPhone SE2 が3月13日に発売になるそうです。ある信憑性のある情報筋から情報をいただきました。お値段、$399。安くない？ちょっと。うわ、どうしよっかなと思ってね。買おうか。買おうか。ぶっさいく、顔ぶっさいくだね、これ。すいません、本当で。ベッドの中から。横にクッキーさんもいるんですけど、クッキーさん、クッキーさん、クッキーちゃん。頭見えるの。クッキーさん、こっち向いて。クッキーしてんの？ねんねしてんの？あ、そう、うん。頭だけ見てください、クッキーさん。もふもふになってますけどね。はい。iPhone の話は、まあね、ちょっと置いといて。あ、でも、買ってんじゃないかな。サトチューン iPhone ついに買うみたいな感じでね。うん。どういう風な携帯で売られるんだろう。SIM フリーで売ってくれんのかな。SIM フリーだよね。キャリアはまあ、あれとしても、SIM フリーでも、まあ、出たら、もう買います。はい。久しぶりにね。あ、じゃあ、初めてだ。うん。SIM フリーだったら買う。よし。そんな感じです。次の iPhone SE2 はですね、ほんとね、もう、従来の SE、名称はね、iPhone 9になるんじゃないんかなという話もあるそうですけども、顔ぶっさいかね、俺、ちょっとぶっさいくすぎる。はい。それとね、あと何だったっけ。うん、まあ、そんな感じなんですよ。いやー、ちょっとでもね、楽しみだね。うん。で、多分ちっちゃいんですよね。いわゆる SE のメリットってちっちゃいというところ。これまでのスマホっていうのはでっかい方向に行ってんだけど、ちっちゃいっていうのがね、特徴なんでね。まあ一つ持ってみようかなという感じですね。何に使うかわかりませんけども。サブチャンネル専用でもいいしね。うん。まあなんかします。はい。ということで、iPhone SE 2が出るということです。はい。でですね、あともう一つ、今最近 YouTuber 池健さん、めちゃくちゃ面白くなってます。今、40代無職の挑戦ということです。新チャンネルも立ち上げてるし、ブログも作ってるし、もうすごい勢い。これか、覚醒したなと思って。で、今は専業でやられてるんですよね。もともと、事業をやってたんだけど、今ちょっととあることをきっかけに、今、まあ、フルコミットしてやってるってことで、もうね、すごいすごい。すっごいもうね、進化した。覚醒したって感じ。素晴らしい。うん、なんかね、自分の近い、仲間で、そういうふうな、なんていうのかな、この成功の階段を上がっていくというかね、いうのはちょっと、嬉しいですね。はい、そんな感じです。まあ、今日の動画は何かというと、まあ、池健さんが出した動画をパクっただけで、要はね、池健さんの進化がすごいよということを言いたかっただけです。はい。ほんとベッドの中から失礼しました。そんじゃもう起きてね、さっさと仕事します。それではまた。